3、はい、エルプラザーからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは語り場北海道2013年度学生代表の上田芽衣さんです。上田芽衣です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今気づいたんですけど、はい、アニメの有名なあのメイちゃんって言いましたよね。はい、似てますね。そうなんですよ、はい、隣のトトロの、トトロの、はい、そう似てる似てる、はい、大学生です。女子大生なんですけどね、はい、こう見えても、こう見えてもあのエルプラザーを拠点にしてるんですってね。はい、そうなんですよ、うん、ミーティングとか、はい、こう、うんうん、研修とかもここでやらせていただいてます。はい、はい、そんなわけで今日はエルプラザの3階にありますカフェからあのゲリラ収録でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。語り場でどんなお話をされているのかというところも含めて3つのキーワードで伺ってまいります。上田芽衣さんにご用意しました3つのキーワード、こちらになります。じゃん。園の先輩たちがキラキラしていた。一緒に夢を叶えられたら素敵。口うるさい存在だけど目標としているのも母。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめに1つ目なんですが、あの語り場を始める、まあ、きっかけになるようなことをね、伺っていきたいと思います。もともと関西ご出身なんですね。うん、はい、そうなんです、うん、はい、奈良出身で。奈良出身で、もともと生物の勉強とか植物とかが好きで、うん、こう農学部、農業の勉強をしようと思って。バリバリ理系なんですね、だからね。そう、実は理系で。そうなんね、はい、それで、あの北海道農業が盛んということで、うん、農業に、うん、農学部北海道に来ました。はい、はい、北海道来まして、はい、やっぱりこうあれですよね、親元離れてせっかく北海道来ましたから、やっぱりこういろいろやってみたいというような夢もあったんじゃないですか。はい、うん、そうですね、こう1年生の時に入ったよさこいのサークルがあって、はい、それあのそこにいた先輩たちが、はい、こうすごいこうよさこいを引退してもこういろんな学生団体とかこう留学をしたり、それこそ旅した人もいたり、うん、こういろんなことを大学生のうちに挑戦してて、はい、すごいそれがこうキラキラして見えて、うん、それで私もこう大学のうちにいろんなこと挑戦して、うん、はい、いっぱいいっぱいなんかこういろんな経験を持って卒業していきたいなと思ってました。さすがその北大のよさこいって言ったらあれでしょ、縁でしょ。縁です。赤粉軍団のね、あの例の縁ですよ。、はい、そりゃあれだけのなんていうんですか、人前でバーッと弾けたことができる先輩たちだったら、まあ、いろんな人がいたでしょう。はい、ね、そういう刺激になるような出会いがいっぱいこのよさこいの縁でありまして、語り場を始めた先輩っていうのがまた仲良しだったそうでね。はい、うん、そうなんですよ、2つ上の先輩だったんですけど、はい、その先輩にこう語り場に紹介、語り場紹介してもらって、はい、で語り場っていうのはもともと東京であった活動を、うん、その2年半前くらい2011年の頃に東京から北海道に持ってきた活動で、うん、こう高校生と一緒にお話をするんですよ。うんうん、はい、ここに行って高校生と大学生がこういろんな今頑張ってる部活のことだったり、はい、勉強のことだったり進路とか将来のことだったり、うん、いろんなことをこう一緒に真剣に考えて、うん、こうちょっと未来に一歩踏み出そうじゃないかっていうことを一緒に考えていく、うん、そんな活動を始めまして、はい、高校生って友達っていう横の関係と親とか先生とかの縦の関係、怒られたり成績をつけられたり、はい、上下関係のある縦の関係っていう2種類の関係の中で普段過ごしてるんですけど、大学生っていうこう縦でも横でもない斜めの関係っていう存在からこうアプローチすることで、あんまり友達にも話せへんし親とか先生にも話せないようなことを私たち大学生が話をすることで、ちょっと将来のことを考えようっていうことをやってます。はい、あの札幌でもまだ新しい活動だし、はい、先輩、素敵な先輩がやる新しい面白そうなことだし、ちょっと私もやってみようかなということで、はい、語り場の活動最初からだから関わってるんですもんね。そうですね、うん、そんなめいちゃんでございます。はい、じゃあめいちゃんが実際語り場で、まあ、これサンプリングって言うんですけれども、自分のライフストーリーを紹介していく、その時の冒頭のそもそも話を今日はスケッチブックでご紹介していただこうと思います。そうなんですよ。はい、じゃん。
私そもそもこう、はい、3人姉妹の末っ子で、うん、私近くで見せる、はいはい、3人姉妹の末っ子でお姉ちゃんがいたんですけど、うん、はい、こう一番上のお姉ちゃんが、うん、はい、はい、お姉ちゃんが大学の時にイタリア旅行に行って、うん、でその頃のこう写真とか帰ってきた時にお土産もらったりとかしたら、うんうん、すごい羨ましくて、うん、私も旅してみたいなと。え、これ上のお姉ちゃんこれ行ってた頃は、はい、お姉ちゃんいくつぐらいだったの？私中学生か小学生だったかもしれないですね。そんな時だったんですよ。憧れますよね、はい、うん、それで、それで、はい、よいしょ、私もこう大学生になったら世界旅してみたいなって海外にこれメイちゃん憧れを持ってたんですよ。はい、はい、そうそうね、そういう風になるでしょうね。はい、はい、それで私大学生になってこう大学を1年休学して世界一周の旅に行ったんですよ、うんうん、私も行きたいわと、はい、ぜひこれ行ってみたいわっていう風に思いまして、はい、はい、そしたらそれででもこれをこうお母さんに学校1年休んで旅したいっていうふうに言った時に、うん、はい、やっぱりこう母さんに反対されたんですよ。そりゃそうだ、学校休んで、はい、世界一周なんて危ないのもあるし、はい、そうだよね、なかなかこれお母さん反対しました。反対されました、はい、でもやっぱりこの時に思ったのが、うんうん、次なんですけど、はい、後悔したくないなっていう後悔したくない気持ちがありまして、うん、それは私だって親にいたしてもらってることだし、親元離れてあれだってどうかな、はい、お母さんが心配するのも無理ないわと思いましたよ、うん、思いましたけれどもやっぱり後悔したくない、後悔したくない、はい、はい、これがっていう気持ちで気持ちになりました。それでこの世界あのお母さんに、うん、お母さんを説得して、うん、旅に出たんですよね、はい、ではそのあたり2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらです、じゃん。